よいちくんです。呼んでみます。よいちくんお願いします。あ、今日は弓矢がある。ちょっとチェックしちゃった私。はい、それではお願いいたします。皆さんこんにちは。栃木県大田原市から来ました、大田原市名刺キャラクターのよいちくんです。今日はよいちくんの仲良しのお友達の稲木に呼ばれて皆沢さんとフェスタに遊びに来ました。皆さんどうぞよろしくお願いします。さて、よいちくんのいる大田原市なんですけれども、栃木県大田原市という場所なんですけれども、皆さん大田原市どこにあるかご存知の方どれぐらいいらっしゃるでしょう。よいちくん毎年稲沢さんのフェスタに行って PR してるんで、そろそろみんなご存知で好きなんですけれども、よいちくん意外と少ない、何人かいてすごい嬉しいけど意外と少ない、毎年来てるのに残念。栃木県大田原市の場所なんですけれども、ここが青森、ここが山口だとしたら稲沢市はここ、大田原市この辺です。こうやって見ると意外と大田原市と稲沢市近い気がしませんか。そんな大田原市、星空が日本一綺麗な場所として4度日本一の称号に輝いたことがある綺麗な星空の街です。そんな星空を PR するために、来週の14日星旅祭りというグルメあり、アーティストさんによるライブあり、それからもちろん星空の観察感ありの楽しいイベントを開催します。前売りチケットも販売しておりますので、気になった方はぜひ星旅祭りでインターネット検索してみてください。さて、そんな大田原市イメージキャラクターとして頑張っているよいちくんなんですけれども、昔昔源平八島の合戦という戦いで約70メートル離れた扇の的を射落とした那須野与一というお侍さんがモデルになっているキャラクターです。その狙った的を必ず当てるということから、よいちくんと握手をすると受験に受かる、恋が叶う、聞いては願いが叶うなんて最近は言われています。そんなよいちくんのぬいぐるみを置いた地元の宝くじ売り場では前後賞サマージャンボの当たりが出ています。なのでもしかすると金運のご利益もあるかもしれませんね。よいちくんこれからステージまた回りますので、皆さんぜひよいちくん握手をしてみてください。そしてそんなよいちくんには2つ特技があります。1つはその先ほど言った那須野よいちくんの特技であった扇の的当て。昨日はね、いや忘れちゃってできなかったんだよね、扇の的当てね。よいちくん司会のお姉さんからぜひよいちくんの的当てが見たいなと言われたので、今日は急遽や的を持ってきてよいちくんに扇の的当てをやってもらうことにしました。じゃあよいちくん的当ての準備しようか。よいちくんね、昨日弓矢持ってこなくて、私がね、弓矢持ってきてねって、ぜひ持ってきてねってお願いしたら、今日はリクエストに応えてくれて持ってきてくれたのね。ありがとうよいちくん。さあ、じゃあ今度はあとかっこよく行ってね。かっこよく。さあ、よいちくん決められるでしょうか。お、そんな離れて大丈夫よいちくん。さあ、じゃあよく狙って。あら、よいちくん、こうやってさ、ステージ当たったのすっごい久しぶりじゃない。よかったね、
今日は当たって、多分これを見ていただいた皆さんにも一夜必中の与一くんのご利益があると思います。さて、それでそんな与一くんのもう一つの特技、ダンスです。与一くんいつもはこの今 BGM に流れている平成与一くんという曲を踊っているんですけれども、与一くん今日何の曲を踊ろうか見えない。何、よいちくん、そのうちは何、うん、うん、え、何、おととい映画の忍びの国の DVD の発売日2月2日決まった。うん、よいちくん、この映画気に入って6回も見ちゃったの。それで、その主題歌だとスナックを踊りたい、どうしてもそれがいい。よいちくん、実はすっごい嵐が大好きで、よくこうやってステージで嵐の曲踊らせてもらってるんです。よいちくん、今回もぜひつなぐを踊りたいということなので、皆さんぜひ手拍子してよいちくん踊るのを盛り上げてください。それからよいちくんの動画ぜひ撮っていただいて、 Twitter、ブログ、 YouTube 等に上げてください。よろしくお願いします。踊るって、では音楽大丈夫、はい、お願いします。あれ、なんか音楽大丈夫かい、音楽来ない、お姉さんどうしよう、音楽来ないみたい。よいちくん CD、うん、残念。あー、よよ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 よいちくんのよよよよよ、あー、せっかく的当てはうまくいったのに。ちょっと待ってね、みんな、もう一度ちょっとチェックをしてみたいと思います。よいちくん、じゃあ平成よいちくんにしようか、今日も。せっかく嵐ができると思ったのに。平成よいちくんは、よいちくんがいつも踊ってる曲で、大田原の、ね、ふるさと大使の清水貴博さんというシンガーソングライターの方に作ってもらった曲です。よいちくんの平成よいちくんっていう掛け声がサビで何度も出てきますので、皆さんももしよかったら一緒に掛け声かけて、それから手拍子してよいちくんと一緒に踊ってください。よろしくお願いします。誰を、もう行こうか、もう行って、あ、もういい、つなぐ踊りたかったね。さあ、とっても残念でしたが、よいちくんこれ以外にもいろんなダンスを踊ってまして、 YouTube にいろいろとアップしています。ぜひ YouTube でよいちくんって検索かけて、よいちくん自慢のいろんなダンス見てみてください。
それではこれで栃木県大田原市イメージキャラクターよいちくんのステージ PR 終わりにさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よいちくんちょっとね一つ踊れなかったけれども、それでも弓矢持ってきてくれて、私ね今ステージの上で本当に的に当たるとは実は思ってなかったですよね皆さん。ところが当たったので、よいちくんすごかったと思います。もう一度皆さん、よいちくんに大きな拍手をお願いします。そして今の的当てを目撃した皆さんにはおそらくいいことが起こるに違いありません。はい、ということでよいちくんでした。よいちくんありがとう。ありがとうございました。はい。